今日はちょっとゆりあちゃんの最近買ったものだったりお気に入りのものを紹介してくれるということで、はい、はい、ファッション的な小物とか服とかコスメとかいろいろちょっと紹介しようかなって思います。こういうの初めてだよね、うん、買った最近買ったもの動画、はい、でも着物系のものをちょっと混ぜさせていただきます、はい、このプラダのこのシューズがめちゃくちゃ気に入ってて最近買って、かわいい、すっごい歩きやすいの。へえ、そんなにヒールなのに。そう、めちゃくちゃ歩きやすい。ほぼほぼこれ履いてるここがあるからかな、うん、すごい歩きやすいで、結構何の服にでも合うし、これはね、ほんと買ってよかった。へえ、それ新しい商品なのか。うん、新しい商品、今売ってるやつ。なんかサングラスがちょっと壊れて、うんうんうん、直しに行こうと思って行ったらこれ見つけて、直しに行ったのになんか買い物してしまったっていうそう、あるあるですね。そう、これは超お気に入り、はい、じゃん。紹介遅くなってしまいましたがこれは陶でできた草履です。関塚さん、うんうん、京都ので作ってもらったんですけど、この陶表っていうのが最近すごい少なくなってて、昔のもので見つかったって関塚さんから連絡来て、うん、絶対欲しがるって思ってくれたのか、うん、連絡来たのでお願いしますって言ってすぐ作ってもらいました裏はどうなってるんですか。畳表と同じような感じで、本当上だけ陶になってる。へー、紡ぎかな、ちょっとカジュアルな感じもしつつ、でも白だから結構本当に何にでも合わせられて、うん、今年の夏これは結構履きました。やっぱそれは夏のお草履なんですか。そうだね、この陶っていうのがやっぱりちょっと涼しげで硬い素材なんだよね、うん、椅子とかにもほら使われるような陶だから、うんうんうん、でも超クラシックで気に入ってます。豆のスカートです。ハイウエスト気味でベルトとか通して、コクーンシルエットみたいな丸いシルエットがすごいしっかり出る感じで、うんうん、でもこの中リネンっぽい感じの生地が今の気分に合っててすごい気に入ってます。かわいい。マメちゃんの服実は何気に結構着てる。マメちゃんもやっぱり着物とかも好きだし、うん、そうなんだ。そうそうそう、生産とかも日本で全部やってるから、うんうんうん、日本のそういう昔からある技法とかすごく詳しいし、着物好きとしても洋服好きとしても共鳴できる部分があります。マメ黒ゴーチさんです帯はもうすごい、そう、すごくない、このラメ、ラメ感眩しい、超眩しいよね、うん、これはね、辰村さんです。おお、そう、辰村平蔵、つぼだれの松、つぼだれっていう柄があって、うん、柄がこう溶けてるみたいな、うんうん、こういうなんかつぼからさ、例えば醤油とかさ、そういうのが垂れてるとこうなってるじゃん、うんうんうん、松をそういう風に描いた柄。辰村さんの色使いってさ、こういうグリーンとか黄色とかちょっと蛍光っぽい、うん、変わった色を使うっていうのが面白いよね。松だし、うん、訪問着とかそういうちゃんとした席の時に合わせられるし、この松はすごい合わせやすいんじゃないかなと思って買いました。どちらで。これヤフオクで。おー、すごいヤフオクで買った。出てたんですね、そんな。そう、こんなのが素晴らしいものが。そう、お腹に来る部分はこういう色だ。それのスタイリングみたい。そうだよね、うん、ちょっと今度じゃあ、はい、ぜひ。まだこれ締めてない、楽しみ、うんうん、帯が派手だから着物自体はそんなに派手じゃない。どうだろう、派手派手でいく。派手派手でも良さそうな、うんうん、11月に公開されるロジェ・ビビエのムービーがあって、うん、自分も実はちょろっと出てんだけど、うんうん、それの時着たのは昭和のお着物に辰村平蔵の帯を合わせたんだけど、うんうん、それはね、結構青っぽい帯で結構派手なんだけど、着物も白ベースにいろんな花が入ってる割と派手なの合わせたけど、すごいそれも可愛くスタイリングできたから、うんうん、地味なもの合わせたらこれが本当目立つって感じだけど、うんうん、派手なもの合わせても全然スタイリングは成立すると思う、うんうんうん、化粧品、はい、最近自分がめちゃくちゃハマっているのが、うん、あのお気づきかと思うんですけど、はい、髪切ったんですよ結構切りましたね。結構切ってこれギリギリ結べるぐらいの長さになってるんで、うんうん、ちょっと今度この長さでどんなヘアセットできるかっていう動画もちょっと撮りたいなと思ってるんで、はい、ちょっと楽しみにしててください、はい。でこの髪型にしたら自分のメイクの感じが最近変わって、うんうんうん、髪の色も赤だから、うんうん、茶色っぽい赤っぽいリップをつけたいなっていう気分に夏も終わったんでちょっと思ってきて、うんうん、秋だしね。そうそう、秋だし、でそういうリップを最近たくさん買ってしまいました。今日つけてるのは、うん、このエルメスのリップ76番。結構濃いめのね。結構濃いめ。
エルメスでお買い物ってさ普通できないじゃん、やっぱり高いし、うんうんうん、だけどさこれをはさ買えるじゃん。確かに。だからエルメスでお買い物ができるってすごいなって思う。ね、リップだったらね、リップだったら、うん、あとは、まあ、ルブタン、はい、これはすごいマットな色、うんうん、でルブタンのさリップって今までさこういう形の、うんうんうん、で結構大きいものが、うん、で割と重さもあるなんか重厚感があって素敵なんだけど、これは本当に多分持ち運び用ってことですごい軽い、うん、軽いし使いやすい。これはこれも気に入ってます、はい、グッチ、グッチのコスメはパッケージが全部超可愛い、うんうん、だから持っててすごいテンション上がるし集めたくなっちゃう。でここの柄がこう花になってるやつとかも今まで全部金色とかそういうのだったけど、うんうん、こういうのもあって、これはもっとオレンジっぽい色かな最近使ってる。あとはこのシャネルのリップ、はい、これはケースがガラスなのそう真っ赤、綺麗、うん、ちょっとマットな真っ赤、すごい綺麗だよね。閉めた時の音とかも、うんうん、吸い込まれる、そう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 、吸い付くみたいな。これもやっぱ持っててテンション上がるやつ、うんうん、でもね最近化粧品みんなねそういう可愛いパッケージっていうのにこだわってるよね、うん、すごい高級感がある。リップはこんな感じで、はい、私パウダーめっちゃこだわって、うん、で行き着いたパウダーがあって、でそれはずっと買い続けてて、うんうん、だから最近買ったっていうか、まあ、いつも買ってる、うん、また買い直しましたっていう、買ったばっかでしょ、綺麗、はい、なこれメイクアップフォーエバーのパウダー、うん、これがマジで気に入ってます。すごいマットな感じになるんだけど、薄くつければ自然な感じで、うん、多めにつけたらすごいマットな感じになる、うんうん、色がないから例えばチークとか先に塗っといて上からやってもそんな影響しない。例えばちょっとテカリがちな人とか、うんうんうん、毛穴が目立つとか、うん、そういう人にめちゃくちゃおすすめ。結構いろんな人に勧めたなんかこの間あの小説家の浅吹真理子さんっているんだけども、うん、真理子さんがなんかユリアちゃんのパウダーは一体どこのを使ってるんだろうって話になったとか言ってで聞かれて、うん、でこれおすすめしたらこれマジで良かったって言ってくれてこれ別で、うん、あのパフとかは持ち歩いた方がいいと思うけど、まあブラシでもいいし、うんうん、でもこれはねマジで他のパウダーとちょっと違う。そうなんだ、うん、気になる、ぜひ回し物じゃない勝手に勝手に研究結果、はい、最近めっちゃ気に入ってるチークはこのグッチのチーク、かわいいですね。そうパッケージもかわいいよね、うん、レトロな感じがピンクっていうかまあオレンちょっとオレンジっぽい感じかな、うんうん、この色すごい気に入ってる、今日もつけてる。これ気になるでしょ、はい、これディプティークのリフィルできるキャンドル。キャンドルって今までさ、うん、ガラスの中に入ってて、うんうん、それ使い終わったら終わりじゃん、うんうんうん、パッケージ全部素敵じゃん、うん、なんかもったいないなって、ね、思ってたよね。これはリフィルできる、だからこの中身をなくなったら新しいの入れられる、うんうんうん、ここまで文字が入ってたり、うん、この蓋もすっごい凝ってる、ついにこういうのが出たかって感じね。火ともしてなくてもめっちゃいい匂いするもん。ディプティークってそうだよね。ね、いいよね。それとセットでこのあのろうそくの火を消すやつね、これすごいこれで火消すの超おしゃれだよね確かにこうやってこうやってシュッて、これもディプティックのこのマークになってる。本当だ。うん、あとこれは芯切りバサミ。すごい。芯ってさどんどん長くなるじゃん、うんうん、で私も今までハサミとかで適当に切ってたけど、うん、ハサミで切るとさ、うん、なんかここに落ちるわけ、うんうんうん、でそんでなんか黒く汚くなるわけ、はいはい、なるなる、それ嫌だなって思ってて、うん、だけどこれ使うとさこうやって切ったらここに乗るんだ、そう乗っかってくれる、すごい、そうだから絶対ここ汚れないの。なるほどね。これすごいよね。これもまたあのマークになってるっていう、うん、しかもなんかちょっとおしゃれだよねこれ。おしゃれ、かっこいいよねこれ置いてあると、うん、インテリアとしても素敵なディプティックさん。いい匂い、いい匂い。リアルすぎるかもですけど、これがリアルに私が最近買ったものたちでした。物買う時って、うん、その時の気分とかも大事だけど、やっぱその先々ずっと使えるものっていうのを基本頭に置いて買ってるから、うん、ブレないというか、うん、買ったことあんま後悔したことない。なんか参考になったんだろうかって感じなんですけどなったと思います、きっと。なりましたかね、はい、よくあの着物とかヤフオクで買うって話したら、うんうん、買うんだってよく言われたりとかしてたから、実際に買ったものをこう、はい、ちゃんと見せたの初めてなので、なんか質問があればぜひコメント欄に書いてください。そしてこういうことをまたやってほしいとかあったら
それもコメント欄にお願いします。そしてこの間あの YouTube のどんな人が見てるんだろうとか見れるじゃん、うんうん、あれで見て私結構衝撃を受けたのが、うん、再生してる人の 58% くらいが登録してないって書いてある私結構びっくりして、なんでぜひ登録していただけると嬉しいです。登録者増えると、うん、やったかいあるなっていうか、うん、なんかすごい励みになるので、はい、ぜひよろしくお願いします。じゃあまた次の動画で